よいしょ。よっ。よいしょ。お疲れです。さあ来ました。はい。袴。はい。今日はね、なんかね、畳み方があるんでね、うん、はい。これちょっとね、やってもらおうと思います。はい。はい。難しい。うん。初めは難しいと思う。お。どこな、誰が決めたのね。知らんけど。すごい上手に畳んではる。ね。うん。こんな袴、しょっちゅう着る人ね。しょっちゅう。着る人なんかね、うん、ジャクターで知らないよ、ね、え、畳まない、うん、まあまあ、こんなんあるから、はい、ちょっとやっていきましょうか、はい、はい、じゃあ、オープニング、はい、スタート、はい、よいしょ。きれいに整えて裏向きで開けます。で、この裏側前のところのひだをきれいに整ってるか確認します。で、後ろ側のひだもきれいにやっているか確認してから、三つ折りにしていきます。で、ここのひだがずれないように両手で持って3分の1折ります。で、こちらの上のところを折ります。で、長い方の紐と、太い短い紐があるんですけど、長い方の紐を、口に4分の1折ります。で、次に反対の長い紐を内側へ、で、4分の1の長さで折ります。で、次に土地の太い方の紐を持ってきて、ちょうどここのこの真ん中のところをの左側に置いて、そのまま上に上げます。で、それを左側に持ってきます。で、またここの紐の下をくぐります。くぐってこっちへ持ってきます。次は反対側、反対側も真ん中の右側へ持ってきて、そのままぐるっと全体的に巻きつけて右に持っていきます。持っていたものをそのまままた下から上へ通します。で、それをこう、ここに下の輪のとこに通します。以上です。はい、お疲れ様でした。今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。これね、ちょっとね、難しいね。うん、はじめは難しいと思う。な、うん、何回も何回もやってたら、うん、分かるようになってくると思います。おう、うん、これ誰が決めたんやろな、これね。ねえ、はじめね、うん、うん、こんなくるくるじゃあかんのかな、うん、紐とかやねえ、うん、こんな多分くるくるくるやったらパサーってなるから。なるんかいな。多分、うん、すごい考えたね。考えてはるんかな。考えてはると思う。しょっちゅう切り捨てね、こんなんね、うん、毎回来ないって言ったらね、大変やね。
でもまあ慣れたら、うん、パパッとできるし、うん、あ、そうなんや、うんうん、そういうもんなんやね、うん、慣れるまでがちょっと苦労するかもしれへんけど、こんな感じね、はい、崩れますね、はい、崩れますね、はい、そういう持ち方をすると崩れますね、はい、あれなんかでしたね、はい、はい、これ、素人さんでもできるの？素人さんでも、うん、動画をよく見てもらったら分かると思います、うん、はい、ので、卒業式でレンタル衣装を借りて返すときにどうやって畳むのとかっていう人は、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。あ、そうか、そういう場合があるんや、はい、レンタルで借りて返すときにくしゃくしゃの返されへんと、うん、どうしたか分からへんときにもうこれで返してくれたら、うんうんうん、まあなんとなしにこうね、紐も綺麗に畳んで返してもらったらいいですよって言ってもね、言ってはるかもしれないですけど、うん、ね、ちょっとこんな畳み方が知ってたら、お、ね、役に立つんじゃないかなと思います。お、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、皆さんね、ぜひ覚えてやってください、はい、はい、では終わりましょうか、はい、はい、それではまた次回お会いしましょう、はい、はい、それでは皆さんお疲れです。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、いいねお願いします。2020年より着付けのセミナーもバンバンやっていきますので、 SNS のフォロー、新着情報のチェックもよろしくお願いいたします。